どうもおはようございます、こんにちは、こんばんは、おかまです。今回はですね、また今回もあの西成ね、大阪西成最強酒場の冠屋もみさんが出てくれます。今回はですね、もみさんのシネマトークということで、もみさんが映画について語ってくれてます。まあ、めったにこういうね、語ってくれることはないんですけど、映画についてもみさんなりの切り口、もみさんなりのディスリー、もみさんね、ちょくちょくこうね、こうピッ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 とこうあのディスったりしてくるんですよ。あのね、こう1から10までうわーっとこうディスるんじゃなくて、ちょくちょくっとこうピッピッとこうこんな感じでね、チクワッとこうディスったりして、ちょっとそれは面白いなと思うんですけども、ね、まあ、もみさんなりの切り口、もう浜村淳もびっくりするぐらいの切り口でね、浜村淳なんて、なんか映画解説でね、ほとんど9割9分ね、語った後、この続きは映画館で、もうええわみたいなね、もうええわ、もうお腹いっぱいやわみたいな感じなんですけども、まあまあ、今回はね、その、もみさんなりのこの切り口で、ね、シネマ、もみシネマをちょっとね、楽しんでもらいたいと思います。で、これね、いつも言ってるんですけども、冠屋、ね、YouTube の撮影、ほんまに禁止なんで、もみさんがほんまに嫌がってるの、YouTuber 来るのね。それと、これ YouTube やだけじゃないですか、TikTok もね、ふわっちにしんでも、あの動画撮影は、ほんまに、お断りします、もみさんがね。ほんまに嫌がってるんで、あの、俺はもみさんと昔から仲いいねんとか、そんなん関係ないんで、もう、一切合切、カムリアでの動画撮影は禁止です。それでは行きましょう、レッツ順番。ああ、文太さんとか撮ってもらうのか。あでも高倉健さんは笑いのやつ、バラエティのやつ、シリアスばっかりですもんね。いや、シリアスばっかりね。ヤクザで、ヤクザで、ヤクザが悪いヤクザのとこに、治るかね、ぐわーぶったじるんですよ。そんな、ありえないよね。でも一人で治るかね。おぉ。ぶったじる、ぶったじるんですよ。あれ、もみさんはあの県だし、文太派、菅原文太派。僕は文太派ですね。文太派です。お笑いまで言うし、シーアスね、こうね、あの、こう、シーアスの言うね。やっぱり、そういうことはもう、大好きですね。わー。面白いよね。なんか、笑かしてくれはるけど、なんか、こう、アクションまでね。めちゃくちゃ、なんかね、素晴らしいですね。関西弁もうまい、大阪弁っていうか、大阪弁うまい。大阪弁うまいですね。そこら辺、やっぱりね、あれですよね。本田さんの、あれ。結構映画館とか行ったんですね。映画館だよ、DVD で。あ、DVD で最近だよね。若い頃の話があるじゃないですね。DVD みたいな、どっちもできないからね。おー。そんなヤクザいてへんみたいなね。ええヤクザが悪いヤクザをぶつぶしに行くんだよね。まあ言うたらあれと一緒ですわ。何最近の極妻みたいな。ああ、極妻の妻。ええヤクザが悪いヤクザを潰しに行くんだよ。あの最後ね、岩下氏のマシンがビッバーン宴会場、ヤクザ、悪いヤクザの宴会場でね、宴会場で、ね、侵入してね、ブーッとマシンがブーッとセーラー服の機関銃やないですか。いや、岩下もね、大阪弁下手だから。ああ、なんか下手ですね。大阪弁下手だからね。そこはね、ゴムツマもね、まあ、パターン決まってるもん、パターン最後ね、悪いヤクザの宴会場でね、ディスり出したで。悪い役の遠隔でね、はい、マシンがぶっ放すね。もう争いが決まってるんですよ、もうね。ドラッカーもそうよね。ドラッカーも最後ね。あ、まあね。なんかね、なんか、
山道走ってね、トラック走ってね、ヒロインの姉ちゃんをね、そこまで送っていってね、一部局に振られてるね、腹まで、スーツに腹まで、ね、高じゃない、菅原文太が振られると最後振られるね、スーツを着るには中に腹まで言うんですよ、ね、パターンストーリーのパターンありませんね、うん、そうですね、高岡県の人でも高岡県は全然オーナーですよ、あれ高岡県は思わないよ、高岡県は、菅原文太は面白いです、ああ、そこが好きですね、菅原文太は面白いです、どっちか言ったら、あ、うん、面白い、あの面白いね、菅原文太、高岡県は笑わせてくれるんですね、高岡県は笑わせてくれる、笑わせてくれる、はい、その点で僕は1票、わかりました、菅原文太に1票、ありがとうございます、はい。